私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。今日は夕方の涼しい時間帯に町内会の清掃活動があったんだ。私はお腹が大きくなってしまったので、今回は夫と娘にお任せしたよ。近所では定期的に清掃活動があるんだけど、まあ強制ではないから、参加できる人が参加してねって感じかな。だから毎回参加しない人もいるんだ。それはそれで町内会側がいいって言ってるんだからいいと思うんだけど。ああもう本当に、なんで清掃活動なんてやらなきゃいけないの？私は絶対にやらないから、暇な人たちでやってよね。あずささん、今回も清掃活動に参加しなかったんだね。だから私は忙しいの。何？嫌味？私はね、暇な人たちと違って責任持って仕事してるの。別に嫌味なんて言ってないでしょ。何一人でイライラしてるの？ゴミが落ちてたの。ゴミ？そう、うちのアパートってさ、前に花壇があるでしょ。そこにゴミが落ちてたの。何のために清掃活動してんの？ゴミ一つ拾えないくせに清掃活動に参加してくださいなんてさ、マジでありえなくない？見落としてたか、清掃活動の後に誰かが捨てたんじゃない？清掃活動に参加しろって言うくらいならさ、常に綺麗にしとけって感じじゃん。ああマジで気分悪い。なんでそこまでイライラしてるの？別にあずささんは参加してないんだからいいじゃん。はあ？こっちは町内会費を払ってやってるんだけど。マジでありえない。どうせ町内会費でカラオケしたりとかお茶したり飲んだりしてるんでしょ。いやしてないよ。だってうちの町内会は何かの集まりがあったりしてもみんな自分で何かを持ってきて食べてるよ。この間も打ち上げがあったけど、あれも実費だったしね。なら町内会費返してくれればいいのに。あずささんが知らないだけでいろいろなところにお金が使われてるんだよ。とりあえずイライラするからさ、うちには回覧板を回さないようにしておいてよ。毎回夫がチェックして清掃活動に参加しろってうるさいの。あいつだってほとんど参加しないくせにさ。そういえば前は旦那さんが参加してたよね。腰を悪くしちゃったんだっけ。そう、俺が行けないからお前が行け。近所付き合いも大切だって。ああもうムカつく。じゃあ来月の清掃活動は来ない感じ？行くわけないでしょ。その日は仕事なの。ムカつく。清掃活動に来たくないなら来なきゃいいけどさ、町内会の文句まで言うのは違うでしょう。仕事が忙しい、暇人がやれなんて言い方されたらさ、こっちも気分悪いよ。それこそイライラしちゃう。あずささんが仕事だって嘘をついてるのは分かってるから、なおさらイライラするんだよね。そこで私たちもちょっとだけ仕返しをすることにしたんだ。本当はしばらく清掃活動はない予定だったんだけど、翌月あるって嘘をついたんだよね。翌月。あずささんこんにちは。何？ああそっか、今日清掃活動の日だっけ。私行かないからね。町内会の清掃活動とか底辺の暇人がやればいいでしょ。私は優秀な人間だから仕事が忙しいの。代わりにやっとけ。イケメンカフェで仕事するの？え？私思い出したんだけどさ、確かあずささんの仕事って短時間のコールセンターだったよね。しかも夜に3時間くらいって言ってたでしょ。仕事が忙しいから清掃活動に来れないってどういうことなのかなと思ってさ。それはシフトが変わったから。あ、別に責めてるわけじゃないんだよ。清掃活動は強制参加ってわけじゃないからね。あれ？と思っただけなんだけど、他のママさんが教えてくれたの。清掃活動があった日にイケメンカフェに入っていくところ見たって。ギャーわ、びっくりした。何？言わないで。あ、みんなにってこと？別にそういうつもりじゃないよ。仕事で忙しいって言ってたけど、それは嘘だよね。なら、いちいち清掃活動に文句つけてこないでよってだけの話だから、こっちもイライラするし。やばい、本当にやばい。夫には言わないで。まずいよ。いや、だから旦那さんには言わないけど、旦那さん、イケメンカフェとか怒る人なの？いや、それが、そのイケメンカフェで働いてるのって、昔私が好きだったアイドルなの。
全然売れなかったけど、彼にかなり貢いじゃってさ、夫にめちゃくちゃ怒られて、その人とまだつながってるって分かったら叱られる。私は言わないけど、他の人はどうだろうね。え？あのさ、あずささん今イケメンカフェの中にいるでしょ？そうだけど。ごめんね、今日は清掃活動の日じゃないんだ。私嘘ついたの。え、そうなの？そう、毎月はないんだよ。道理で夫が何も言わないと思った。で、それが何？いや、みんなであずささんの嘘を暴こうって盛り上がっちゃってさ。あずささん、今日も仕事だって言ってたでしょ？だから、いっそのことお店で待ってようって話になったみたいで。まさかだけど。今、いるんだよ、お店の中に。ご近所さんたち、変装して隠れてると思うんだけど。え？いや、ちょっとした反撃くらいのつもりだったんだよね。仕事が忙しいって嫌味ばかり言ってきてたけど、自分だって仕事じゃないじゃん。イケメンカフェに通ってるだけじゃん。なのに清掃が下手とか適当とか文句を言わないでよと、みんな結構お怒りだったんだよ。で、イケメンカフェで待ち構えていたら、どんな反応するかな、びっくりするかな、ちょっとギョッとさせてやれくらいの話だったんだと思う。でも、イケメンカフェ通いがバレたくなかったあずささんは、もうパニックを起こしちゃったんだよね。1時間後。お願いお願い許して！本当にカフェ通いだけはバレたらまずいの！だから私は旦那さんに言わないってば。それが、ご近所さんの中に義母と同じ習い事をしてる人たちがいたの。あら。これ、義母に報告されたらまずいんじゃないの？だって私もう貯金なんてないし。その貯金っていうのは、あずささんが結婚前に貯めていたお金のことだよね。違う違う、結婚してからの貯金。500万くらい貯めてた口座があったんだけど。まさかだけど、そのお金を全部イケメンさんに？そうなの。いや、全部使うつもりはなかったんだけどさ、イケメンカフェも誕生日イベントとかがあるの。それで。それならどの道旦那さんにはバレちゃうと思うけど、ちゃんと謝るしかないんじゃない？無理だよ。だってまたあの男に貢ぐようなことがあったら離婚、他の男でも離婚って言われてるんだから。でも仕方ないでしょ、好きになっちゃったんだから。別にアイドルとかを応援するのはいいと思うけど、貯金を使い込んじゃうのはまずいでしょ。だってどうしようどうしようどうしよう。ご近所のおばさんたちが義母に言ったら私捨てられちゃう。そもそも誰かが言わなかったとしてもバレるでしょ。だって500万も使い込んでるんだよね。水木さん。何？お金貸して。は？貸すわけないでしょ。今度からはちゃんと清掃活動にも参加するから。結構だよ。だからさ、そもそもの話、清掃活動は強制じゃないからね。え？水木さんたちは参加しないから怒ってるんでしょ？いや、全然違う違う。仕事とか用事があるとか嘘ついてこない人なんていくらでもいるし。じゃあなんで？あずささんがみんなのしてることを見下すからだよ。清掃活動を頑張ってるのにもっとやれだの言ってたでしょ？そりゃ反感買うよね。自分は来ないくせにさ。それはそうだけど、私たちのことも暇人って言ってなかったっけ？そりゃ暇な人もいるでしょうよ。でも忙しい人も時間を作って参加してるんだよ。そうなの？なんでみんな清掃活動なんかやるの？あんなの面倒じゃん。そんなに深いわけじゃないけどさ、側溝もあるでしょ？あそこにゴミが溜まったりすると匂いが発生したりするんだよ。町内会の清掃活動が盛んじゃなかった頃って結構臭くて、みんな個別に掃除したりしてたらしいんだけど、こういうのってやっぱり一斉にやらないとじゃん？あ、確かに地元だと側溝が結構臭かったけど、この辺はそういうのないかも。蚊も発生しやすくなるし、水の流れも悪くなるしね。それに町が汚い状態だと治安が悪くなるって話もあるしさ。あずささんだって家の周りが臭かったら嫌でしょ？治安が悪くなるのも嫌だよね。いや、それに清掃活動も案外楽しかったりするし、ご近所さんとかママ友とかとおしゃべりしながらやるからね。スイカとか差し入れしてくれる人もいるし、もちろん暑いから無理せず少しずつでいいし。私何も分かってなかったのかも。少しでも分かってくれたら嬉しいよ。
水木さん、ごめんなさい。いや、別に清掃活動なんてやりたい人がやればいいんだし、まあこの辺りは参加する人が多いからそう言えるんだけどね。人手が足りてないってわけじゃないから。私ちゃんと清掃活動にも参加する。まあ参加するのであれば歓迎するけど。でもどうしよう、お金ない。それはこれから働いて返していくしかないんじゃない。それにどの道どんな結果になったとしても500万もの大金を使っちゃったんだからさ、隠しておくことはできないでしょう。やだ。その後、あずささんは一応離婚回避はできたんだけど、当然500万をなんとかしないといけないよね。ということで、コールセンターと清掃、物流倉庫を掛け持ちすることに、さらに家事や料理、子育てなんかもあるわけで、かなり大変そう。まあ自業自得だからね。忙しくなったことで、あの元アイドルさんへの気持ちもなんだか慣れたと言っていたよ。自分も制限しすぎたから、小遣いの範囲なら好きにすればいい、と旦那さんは言ってくれたらしいんだけど、逆に許可されたことでもういいやって気持ちになったんだってさ。逆に考えると、なえるようなものに500万か。私にはわからないな。ちなみに、清掃活動にも参加していたよ。私も出産して落ち着いたらまた清掃活動に参加したいな。案外やりがいがあって楽しいんだよね。カーテンを開けておくと、にゃにゃまるが窓のところに来て、こっちを見ててくれるのがまたいいんだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。